日本愛知県刈谷市今川町今川城は愛知県刈谷市の町名。現行行政地名は今川町1丁目から今川町4丁目と二重骨の小技。花池刈谷市の北部の町、旧藤松村の中心地に位置する。東は今岡町、西は伊豆田町、南は一月つ町、築地町、北は西坂井町、豊明市、あの町に接する。 かつては、お藤の松が植わっていた。面積約1万5千平方メートルの農業用、ため池である花池は、レンの花で知られる。レンの花は、毎年通常7月末頃から咲き始め、9月上旬まで咲いている。2007年から急に、レンの花が咲かなくなり、葉も見せなくなり、連作障害、病気、緑亀による被害などが指摘されたが、2009年には、 再び開花するようになった。芋川が点火して、今川という地名になったとされている。江戸時代は、壁海軍今川村として存在していた。それ以前は現在隣接する、伊豆田町の一角に位置していたが、東海道開通に伴い道町がにぎわい独立し、現在の姿となっている。1878年に大見村の一部となった。 1971年度から1993年度まで、絹浦東部都市計画事業カリア、藤松都地区各整理事業が実施された。施工面積は18.6ヘクタール、権利者数は276人、総事業費は27億2500万円。江戸時代、東海道の芋川に立場があり、平打ちのうどんが名物であった。 その芋川うどんが西に伝わって岸面と東に伝わってひも川と呼ばれるようになったとされる。この芋川の位置は現在の今川町にあたる説が有力であるが道町のほか、隣の今岡町や人里山町ではないかとする研究者もいる。現在の形の岸面2019年6月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移刈谷市立藤松、南小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。藤松駅上レ連ジ、ありがとうございます。